こんにちは。ということで今回はなんかガーシー議員っていう方が逮捕されたみたいな話が盛り上がってまして、まあジャニーさんの件も盛り上がってますけど、まあもともとね、まあ歌舞伎界のなんか件もまあそうですけど、まあ昨日そんな話で盛り上がりまして、というか盛り上がりましてっていうとあれだな、いやなんかね、本当今まで隠されてたことというか、なんだろう、要は、まあ、SNS とかね、まあなんだろう、既存のメディア、まあ、国営放送とかあったわけじゃないですか。特にね、よく映画の世界に出てくる独裁者さんとかのっていうのとか、大体ね、国営放送でみたいな、自分の意見を発信しますみたいなのがあると思うんですけど、それが一個人、例えば僕だったらこういうふうに YouTube でというか、別に YouTube じゃなくてもいいんですけど、 YouTube が単純にね、世界中の人が使ってるインフラなんで、まあそれを使うのが便利だと思って使ってるわけなんですけども、今回のガーシーさんの件に関しては、まあ僕は別にね、全く友達でもなんでもない、知り合いでもなんでもないんで、ただ、まあ、僕はちょっとね、隔離されている間に出てきた方で、去年初めて知って、まあ逮捕されるとか、逮捕でよかったねってぐらいです。下手したら、まあ、この後多分お亡くなりになってしまう可能性も多分あると思うんで、いやなんでかって言ったら、ちょっとね、いろんな、まあ、出てくるんで、いろんな映像だったりニュースだったりとかを軽く見た時に、まあ、別にあんま興味ないんで、たまに気になった時見るんですけど、気になった時って、まあ、見た結果思ったのは、やっぱり人の既得権益を害しちゃいけないよねっていう、要はしかもなんかお金もらって女性のアテンドとかしてたんでしょ彼ってなった時に、いやお金払ってる側からすればさ、ふざけんなってなるじゃないですか。いやいやお金払ってなおかつ俺のなんかその性癖バラすんじゃねえよみたいな、性癖とかない、なんか言われたくないことってあるじゃないですか世の中。それを飯のためにしちゃうと、まあそうなるよねって、誰が考えてもそうじゃないですか。だって超絶恨みを買う行為なんで、やっぱり、まあ、もちろんね、日本にいないからっていうのはあると思うんですけど、僕もその辺は気をつけなきゃなと思ってて、まあ実際僕は今拠点が、まあタイのパタヤとバンコクなんで、まあ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 、僕は誰かに不利益を被るような配信とか、なんていうんですかね、その誰か一人とか誰か特定の人に対して否定をするとかっていうことはまあしないんですけど、昔の僕はね、至らなかったんですけども、まあまあ全部出したりもしましたけど、まあ YouTube で出すとかないですね、公開処刑的、あ、昔やったことある気がするな。まあでも公開処刑ってね、キングギドラのジブラさんが、まあ古谷健二さんかな、KJ さんをまあ公開処刑みたいなのもあるじゃないですか。そういう文化とかもあるんで、ヒップホップで言うとビーフって言って、まあ、要はそのディスるっていう文化があるところだと多分認められるんですよ。それがまあエンターテインメントじゃないですか。まあね、その辺うまいのは多分ヒカルさんとかラファエルさんだと思うんですけど、そうではなくて、今回のガーシーさんの場合は、ね、まあ、僕全貌を知ってるわけじゃないし、あれだけど、まあ、唯一お伝えしたいなって思ったから動画を回した件で言うと、人の不利益になることをバラしちゃダメよ。なんでかって言ったら、僕まあ今日本に帰ってきてるんであれですけど、タイって王国なんですよ。タイキングランドみたいな、タイランドっていうタイ王国なんですよ。ってなった時に、タイの法律であるのが不敬罪っていうのがありまして、国王を侮辱したらすべからく捕まっても文句言えないっていう法律があるんですよ。で、日本だったら例えばこのチビティみたいな、そのなんかお腹へそ出しティみたいな国王が来て、でなんかどっかのバカンスですげえべっぴんさん、美女と一緒にいるのをパパラッチされたみたいなので、週刊文春がなんか多分載ってたんですかね。で、まあ、僕あんま書籍とか見ないんであれですけど、なんかその時まだ日本いたんで、でもね、タイでは流されないわけですよ。でも実際タイの人とかと話すと、もうその SNS とかでそういう、なんだろうな、要はそのセレブ張りにって、まあ国王だからね、セレブの上行っちゃってるから、ね、この国俺のものってことだから、前の国王さんがね、あまりにもいい人すぎてめちゃくちゃ大人気で、今の国王さんその真逆で、完全に遊び人みたいな感じなので、まあ別に僕はディスってないんですよ。遊び人らしいので、もう世界中で遊び歩いてるらしくって、それがまあ SNS でバレて、タイの国民もさすがにいい加減どうなんだっていう発言は結構出てるらしいんで、まあクーデター起きなきゃいいなって思いながら見てるんですけど、タイすぐクーデターするからね。
すぐはしないけど、伊勢丹とかそうじゃないですか、昔被害受けてましたよね、確か。そんなんありましたよね。タイの国民燃えるとね、いきなりなんか火つくと一気に燃えるんでね、マジで。そこはね、やっぱ、気を使うところではあるんですけど、まあよっぽどのことがなければというか、誰が考えてもそうでしょって、僕たちを納めた税金でバリ遊んでるこの人ってことはちょっとイラッとするじゃないですか。それが今までだったらバレなかったことだけど、バレるようになりましたよねっていうのが、まあ一個人ガーシーさんが知ってる情報を全部フルで出して、その不利益を被った方からすれば、しかもなんかね、それなりの日本ってまあ日本だけじゃないですよ。既得権益っていうのはいますんで、どの世の中にも権力者とか資産家、まあお金権力みたいなのもあるじゃないですか。まあそのパワーなんで、それって。ってなった時に、まあやっぱ、なるようになったなっていうと言い方悪いですけど、申し訳ないですけど、本人には。まあこの辺りじゃないですか、留置所行って取り調べがあって、だから警察署ですよ。どこの警察署かわかんないけど、多分まあ帰国してそのまま成田空港からなんかそのね、一連のやつとかあるよみたいな、なんか YouTube で上がってきたけど、別にそこまで見るほどではないんで、多分捕まったことある人であれば単純に分かりやすいことで言えば、まあ本当強制帰国し、そのままパッキンっていう、まあワッパはめられて、で留置所にバーンって入れられて、まあ2日じゃ出れないと思うんで、最大20日間っていうのがあるんですけど、余罪が多すぎるんで、多分一件一件行くんですよね。だから結構留置所の早いかなみたいな、なんでやったのか、なんでこの人のやったの、なんでなの、なんでなのみたいなのをずっと取り調べられるんで、監獄疲れますからね、本当。完全黙秘っていろいろ試してみると分かりますよ。だから逮捕されたことない人からすれば、逮捕ってどんなもんだろうと思うけど、逮捕された人からすれば、まあ留置所行くだけですよ、とりあえずねっていう。で多分示談とか多分終わってないからこの件になってるってことは、多分そのまま、まあ東京拘置所じゃないですか、多分、だと思いますけどね。で裁判を待つっていう。いやなんでって言ったら、だってまず留置所、あと仮釈多分降りないんで、彼ユダヤじゃない、ドバイに行ってたじゃないですか。ドバイ行って、まあ、逃げる逃亡の恐れあり、あと財商隠滅の恐れあり、あともう一個、三つ目がなんだっけな、なんかあるんですよ、財商隠滅と逃亡とみたいな、あともう一個三つがあって、その三つのうちどれかがハマると、仮釈降りなかったりっていうか、仮釈って保釈っていうんですかね、保険釈放。要はまあホリエモンさんとかお金積んで出たじゃないですか、でまた入ったじゃないですか、刑務所に行ったじゃないですかっていうように、要はなんだろう、日本での身元があって、でなおかつ、いやまあ住所不定だともう降りないんですよ。で海外逃亡してたように見られてもおかしくないんで、多分裁判官の心証も悪いから、多分保釈お金積んでも降りないんじゃないかなって思い見てますけど、そうするとね、まあ多分最短でも3ヶ月ぐらいは多分降りの中いると思うんで、まあまあ頑張ってくださいねと思いよう。まあそんなに降りの中も生活も、東京の留置は微妙だと思うけど、あんまり自由度ないんで、ただ拘置所に関しては結構自由度高いから面白いと思うんですよね、人生経験としてはね、1回ぐらい行ってみるとねっていう中で、懲役になるのかはちょっと微妙かなと思うんですよね。業務上、威力業務妨害でしょ。で、まあ、本人が謝罪してて、なおかつその弁済をするとかっていう、なんか示談金積むとか、例えば被害者っていうんですかね、まあ何人とか何社いらっしゃるか分かんないですけど、まあ、そこが、まあ、でも全員認めるとか多分ほぼ現実的に無理だと思うから、まあ多分懲役行くんじゃないですかね。懲役行くならね、まあ自分の身の安全は守られると思うんで、刑務所とか檻の中ですんで、まあ、そこで死なれたらね、たまったもんじゃないじゃないですか。でも出てきた時は怖いっすよね。だからもうね、ガーシーさんっていうのが話題に上がってるから、みんなメディアでも見るけど、それがね、じゃあホリエモンさんみたく出てきたところからもうね、テレビ局が追っかけてくれてになるのかっていうと、どっちかっていうと、もうなんか、闇に伏せられるというか、藻に服すというか、藻に服すじゃねえな、まあ、闇に消されるんじゃないかなと思いながら見てましたけどね。まあでもしょうがないっすよね、人の恨みを買う行為なんで。まあなんか僕がこの動画を撮って恨みを買うかって言ったら分かんないです。なんか単純にまあまあ僕なりの見解をちょっと話してみたっていうところで、例えばね、ホリエモンさんとか、まあいろんな方が解説動画上げられてるじゃないですか。
で実際やっぱね、檻の中行かれた人であればすごく話が早いと思いますし、あ、まあこんなになるんじゃないかなとか、あとはね、芸能界とかそれなりに通じてれば、まあその予測が立つことってあるじゃないですか。僕も前のパートナーが芸能界結構長い人だったんで、まあ言えない話ってむちゃくちゃあるわけですよ。酔っ払っても絶対口が裂けても言えないみたいな話あるんですよ、いっぱい。それを多分ガーシーさんとかペラペラ動画で喋っちゃったから、おいい加減にしろよってなるわけで、しかもお金を渡してたからっていう話も、なんかその芸能系強い人に、強い人っていうか芸能系まあまあ本当関わられてる方に、まあこの前ご飯行った時に、あ、そういう理由なんだ、それ怒るよねみたいな、いやいやデリヘル頼んでっていう、まあ表現がいいか分かんないけど、デリヘル頼んで女の子に僕の性癖ばらされるみたいな、アウトでしょ。いや、たまにありますけど、でも炎上するじゃん、そういうのって。いやいや、それ出しちゃあかんやろみたいな、誰でもね分かるじゃないですかっていう。そのコンビニのアイスのとこになんか横たわったりとか、あとペロペロくんでしたっけ、醤油のペロペロくんみたいな、なんかあれじゃないですか。すごくないですか、スシローさんのあの時価総額が吹き飛ぶみたいな。でもなんか最近またありましたね、トヨタさんの時価総額、別になんかテロがあったわけではなんでもないけど、なんか何兆円か飛んだんでしたっけ、1日2日で。やばいっすよね、株価ってマジ怖くないっす、うんって思うし。まあでもそれを分かってね、まあやっぱり上場企業の人たちは上場してるんでね、まあ上場ってそういうもんですからね。プライベートカンパニーがあのパブリックなものがあるんで、自分の私物ではないと言っても、でもやっぱりその創業者利益っていうのがありますし、まあ、株式の大半を持たれてるんで、別に社長を辞めたとしてもその株の価値があるから、それ売ってで実際に他の株買ってみたいな、まあ、ゾゾの前澤さんいいとこじゃないですか、確か ユナイテッドアローズさんとか何社か買ってるんですよね、だからアパレルメーカーの自分が売った株で。なおかつゾゾのまだ大株主ではあるので、孫さんにね1000億とかで売りましたけど、まだまだあるんでね、えぐいっすよね。もう一生かかっても、まあでも彼使い方半端ないかな、多分いけるんじゃないかなと思いながら、でも面白いなって思いながら見てるんですけど、なんかたまったもんじゃないじゃないですか。例えばゾゾは多分ゾゾとかは出てないと思うんですけど、なんか株価急落みたいな、スシローペロペロと同じぐらいの行為ですからね。だって人の恥部を暴いて飯の単位にするってそういうことだと思いますんで、なんかまあなんか迷惑系 YouTuber の方とかもいるじゃないですか。なんか親に迷惑かかると思うんだったらやめろみたいに、まあなんかさっき LINE ニュースで上がってきましたけど、まあそのお前がまずやっとるやんけっていう、なんかどの口がそれを言うねんって。でもそれもニュースで上がってくるから、まあなんかそのね LINE とかなんでセグメントで僕が興味あってまあクリックしたのか多分上がってくるんでしょうけど、いやくだらんニュース上げてくんないみたいな、マジうぜえなみたいな、あの設定とかちょっといい加減、もうなんかウェブ業界の方というか IT 系のねインフラ事業されてる方であれば、インスタとかそういう点ね便利なんですよね。興味ないだったら興味ないでパンって弾けるし、 YouTube もそうだし、なんか LINE 行けてないですよね、そういう点。なんか別に大して興味もないしみたいな、なんか同じ人間なんだなこの人がって思うだけで、同じ日本人ですねって思うだけだけど、絶対話は合わないし、まあ一生多分会うこともないでしょうからってなった時に、まあガーシーさんも多分そうですね。僕はまあお金あって、お金を使って女の人を抱くんだったら別にいいんじゃんって。だって芸能ってそういう世界なんで、プライスがみんなさんついてますから、言わないだけでね、そういうのが出回ってきたりもするんでね、実際で会った時に、それをなんか YouTube でペラペラ言うかって言ったら言わないですよ。誰がいくらでしたとか絶対言わないですよ。ってブチ切れますよ。その例えばね、アイドルさんでもそうだし、女優さんでもそうだけど、その芸能事務所とかあるわけじゃないですか。で芸能興行とかって、まあそのご存知の通りのお仕事なので、ご存知の通りというか、ご存知の通りのまあ方々がいるお仕事ですんで、そこに火の粉っていうのはなんかまあ得策ではないですよね。で僕もなんか話し方ちゃんと考えて話してますけど、まあなんでって言ったら、僕は実際来年からメディアに出たい、芸能っていう道に行きたいっていうのでバックアップしてくれた方がいらっしゃいまして、まあもうねその話はなくなっちゃったから別にいいんだけど、でもその人の話をするかとか、その人から教わったその芸能の闇みたいなのを YouTube でバラすかって言ったらバラさないですよね。いやバラしたら多分ね、ファンとかフォロワー一気に増えるんだと思うんだけど、へえこの芸能人が、へえこのアーティストがみたいなのあるじゃないですか。みんな知りたいだろうけど、でもそれは飲んでも言わんよね。だってどこからおひれ
とかね、いろんな話が大きくなってその本人に伝わって本人からマジ激切れされるか分かんないし、まあいいことないじゃないですか。そのなんか短期的に考えればフォロワー増えるしお金が入るからいいと思うんだけど、でも長期的に見たらその身の安全に対してなんていうんだろう、セキュリティだったりとか、なんか使わなくていいお金を使わないといけなくなるじゃないですか。もちろん僕だったら今だったら全然ねパワーストーンはめてそんななんていうんだろう、まあ、ビトン持ってとか、まあ、誰もが見てわかるぐらいのお金持ってますの格好はしてないので、まあ、セキュリティとかも別に気を使う必要ないですけど、それがフォロワーさん増えたりとか、まあ、その知名度が上がってきて明らかに僕はお金を持ってるの分かったらあらぬことを考える人もいるわけじゃないですか。それが人間ってもんなんで、そうなんていうんですかね、まあその性悪説性善説とかありますけど、僕は性善説で生きてたいんで、ただやっぱりね保険ではないけどやっぱりそのセキュリティをつけたりって、まあヒップホッパーの人かな、ラッパーさんかな、誰か有名な人がなんかそのセキュリティつけてお前しゃばってんじゃねえよみたいなのを誰か別の人がビーフで言うっていうのがあったんですけど、でもそんなこと言ったらだってなんか誰かいらっしゃるじゃないですか、あのすっげえ強いボクサーの人、アメリカの多分チャンピオンの人、バリ稼いでる人、一番稼いでる人だってなんかセキュリティに結構デカめのあのバーキンのカバン持たせてるっていうか、まあそれが仕事ですからね彼らの。ってなった時に、まあその自分がまず稼ぎます、で自分のファミリーとか、まあドムみたい、ドミニクトレッドみたいな感じですけど、ドムみたい、まあねファミリーを食わすためにやらなきゃいけないことは出てくるんで、ってなった時にまあそれを覚悟してその道を行くんであればまあいいんじゃないとは思いますけど、まあ国の事情もありますしね。ただまあ日本っていう国をよくご存知だったはずなんで、その恥部を暴いたわけだから、なんかそれなりの勇気とか正義とか多分あるんでしょうけど、まあ分かりやすく言ったらトラフィックって言ってアクセスを集めて注目度を集めて、まあ YouTube であればね、まああのなんていうんですかね、まあ、アドセンスだったりとか広告費で稼ぐとか、あとはファンクラブで稼ぐとか、まあぶっちゃけ注目度を上げてトラフィックやアクセスを増やして、そこに対して集客ですよね、集客と教育ができてるんで、実際僕の話が興味なければ見ないように、ガーシーさんの話が興味ない人ガーシーさんの動画なんか一切見ないと思うんで、僕なんてチャンネル登録さえしてないし別に興味ないしね、誰が何をしようが、誰が不倫しようが、誰が入れようがっていうとあれだけど、そう別になんかそのね誰がどう借金しても別に、あだからっていや別に友達でも何でもないし別にいいんちゃんっていう、いろんな人がいて別にそれは当然だし、そもそもだってね歌舞伎でやれば歌舞伎ものって言われたように、そういう芸能ってそういう世界じゃないですか、なんとか芸の肥やしみたいな。だ僕で言えばね、ほんといろいろと人生やらかしてきてますんで、その辺の動画とかもまあまあちょいちょい取りためてはあるんですけど、ってなった時にまあ出し時は考えますよね、僕の話といえどもみたいな。それを見た時にやっぱり気悪くする人がいるんであれば、やっぱ全体公開しないでメンバーシップだけとか限られた人に公開しますし、でもじゃあメンバーシップお金いただいて限られた人に公開するかだって何でもかんでも言えるかって言ったら言えないですし、もちろんね僕に関することは言えます。ただ僕が生きてきた中で聞いたその他人の話ってあるじゃないですか、例えば芸能人の誰々さんは1ヶ月いくらで付き合えるよみたいな、え、そうなんだみたいな、へえみたいな、で僕はあの子が好きだったからあの子に頼んだらちょっとあの子はダメらしいんだよねって、あそうなんですねつって、それをねなんか別に公の場で言う必要はないじゃん、それやってる本人ないし、その芸能事務所というか、まあ、ボスに言えばいいだけじゃん、共通の知人も何人もいるんで、まあ、聞いてみようとは思うけど、酔いの席でね、飲みの席でそういう話が出たらだよってぐらいで、でもなんか気悪くするような話をいちいちわざわざする必要ないし、それがお金になるとしてもなんか別に最初ね、さっきも言ったようになんか身の危険を感じてまでそれをやる価値があるのかなって思うと、っていう、まあね、事象に関していろんな解釈反応があって当然だと思うので、ってなった時になんかまあもうちょい賢くというか、なんかその自分の生き方のきっかけにもなったし、まあそういうのもあったんでちょっと動画撮ってみたんですよね。いや別に僕はガーシーさんより賢いとは思ってないですよ、単純に。
別に逮捕されるかバカだとも思ってないし、逮捕されたりとかその前科持ってる人が別にバカだとか、そういう自分その自分より低い人とは思ってないんで、ただまあ日本人の逮捕とかそのなんかね前科みたいなのに対する免疫がだいぶ弱いんで、ね、破産とか倒産もそうですけど、だからもうそれぐらい甘っちょろい民族ってことじゃないですか日本人だって。まあそのうちね中国と多分ロシアに半分ずつ持ってかれてなんか青森しか残らないみたいな話も聞いたりとかするんで、まあそういう話がまことしやかに出てきたりとかするぐらいだから、まあどん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 もっと隠されたことが出てくるんじゃないですかね。ジャニーさんの件みたく嫌でも嫌がおうでもっていうんですかね、いくら日本のメディアがその取り上げなくてもね。いきなり最初なんだっけ、ワールドベースボールクラシックじゃなくてなんか WBS みたいななんか海外のあのニュースで流れたんですよね確か。ジャニーさんの性的被害じゃないけど何でしたっけ、児童性愛でしたっけ。まあでも世界的に児童性愛、まあ小児性愛でしたっけ、13歳未満以下の子たちにまあそういう恋愛感情ではないけど、まあ、性的なっていう。でもね、まあカンボジア、ベトナム行ったらそれよりももっと下の10歳、まあ一桁の子でも買えるみたいな噂も聞いたりとかするんで、まあ僕はそこまで興味ないからあれだけど、好きな人はまあそういう国に行けばいいんじゃないですかっていう、そういう風にし、まあ、実際なんか男の人が好きでタイに買いに来るっていう話もまあ聞いたりもするんで、誰とは言わないですけどね、ぶち殺されるじゃないですか本人に絶対。だってもう匿名で行っちゃったら、あの匿名じゃないや、いやその個人名言っちゃったらなんか何の利益もないみたいな。もちろんねフォロワーさんは増えるし、その僕の収入は多少上がるかもしれないですけど、それ以上に恨みを買うってことは何だろう、それ以上の稼ぎを失ってるっていうのと同義なんで意味がないんですよね。その将来性に関わるじゃないですか。こいつマジで隠し事話したらなんか大体全部 YouTube でバラされてたら絶対友達消えるじゃないですか、友達いなくなるじゃないですか。それでさえもなんか一緒にいようって人は自分を利用しようとか自分を何とかしようと思って自分その自分のために生きようと思ってる人たちなんで、ちょっと波長が違いますね、考え方の違いはってなった時に、まあそういう人たちを寄せ付けるような行動をするのがいいのかどうかっていうところですよね。なんでやっぱまあまずは自分があって、その自分がする行動によってまあそのこの世のためになるって思えばまあやった方がいいと思うし、だから多分ガーシーさんも多分やってたんでしょうけど、ふーんっていうだからまあそうなんですよ。だから自分がいいと思ってやったことでも、あの人の既得権益とかをあの妨害するとまあこういうことになるよねっていい勉強にもなるし、日本ってそういう日本だけじゃないかんね、別にあの日本は分かりやすく警察とかその動くだけで、あの映画の世界かもしれないですけど、メキシコとかねアメリカとか銃の国であればまあまあ知らぬ知らぬのうちに消されたりとかするわけじゃないですかってなったら、まあなんかそうなりそうななんかリスクは避けるべきですよねとか避けた方がいいですよねみたいな勉強にもなるし、まあ当たり前僕はそんなリスクを取りたくないので、だからそのちょっとね動画に関してもいつあげようかなって迷ってるとか悩んでるというか、悩んではないな、まあ考えてるもんもいっぱい多少ではないな、だいぶな本数だったりとかするんで、まあでもね昨日あの、まあ、ある YouTuber の方の、主催の飲み会行ってみても聞いて一番良かったのは、まあ、メンバーシップ使えばそっか切り分けできるもんねみたいな、だしそのファンクラブではないけどそのなんだろう差別化できるじゃないですか、公に出していい情報とそうじゃない情報とか、あとはその、まあまあ僕なりにいろいろ気づくきっかけがあって、そうなんですよね。だから YouTube とインスタだけあればそれなりに、もうホームページなんて多分ほぼ見ないと思うんで、それぐらい本当もう YouTube インスタだけあればビジネスができるぐらいの時代になってんじゃないかな、もうメンバーシップできたおかげで。実際ね、同じドバイに住まれてる与沢翼さんとか、毎月3、4000万入るんでしたっけ、そのメンバーシップからって考えたときに、そんだけ入れば1000万、2000万、毎月広告費かけれるじゃないですか。そしたら、本当、完全にもう、この、ぐるぐるスパイラルなんで、もう自分のターゲット層も分かってるし、じゃあ、どういう人がファンかも分かってるから、あとはもうそこに全開でリーチするっていう。あとはそこで全開でリーチしたときに、ランチェスター戦略っていうのがあって、
そのリーチしてまず興味持ってる人バーってファンにするじゃないですか。でだんだんコアなファンはメンバーシップに落ちてくるんで、あとはもうそのなんだその規模を拡大していくっていう。だから与沢さんそれはうまかったっすよね。実際テレビとか出たりとか、あの山手線ジャックしたりとか、まあ、一般的には多分情報企業か情報商材屋さんとかとは全く違う動きだった、その辺はね。でも彼が考えてること一緒じゃないですか。でも売り物は与沢塾があったわけだから、まあ、実際与沢さん知らない方であれば多分あの天使をかけるみたいななんかあるんですよ。何でしたっけ彼をモデルにした、なんだっけなみたいな、あの終わっちゃったんだよねその漫画アニメを、なんだっけな、あ闇金牛島くんだ、そう闇金牛島くんのネットビジネス編みたいなのがあるんですよ。そんなに読んでもらったら多分あーっていう。でもね別にネットビジネスの人が全員が全員悪いとは思わないし、付き合った結構全然バリバリその業界にもいたけど、どっちかっていうとなんか本当お金を稼ぐ能力が高い人が多いのでやっぱ頭いい人も多いし、でもその人たちのね裏の事情とかを言ってもなんか何も意味ないじゃないですか。別にな誰得ですかってなるんで意味ない行為はしない方がいいのかなと思いながら、だから本当マーケティング、僕はそのね集客教育販売っていうのを DRM ってダイレクトレスポンスマーケティングっていうんですけど、それを日本に持ち込んだのが神田正則さんって人で、まあ、非常識な成功法則っていう本を出されてるんですけど、まあ、僕実際そのビジネス本を読み漁った時期の最初の本を読んで、でまあ音声 CD も何回も聞いてみたいな、でそれが実際その実地の場で、まあそのネットビジネス IT ウェブっていうところで実地させていただいたから、まあさっきみたいな答えが出るわけですよ。あなんかいろいろ SNS とか見てきたけど、僕ツイッターやめたんですよ。やめたってもうツイッター放置したんでめんどくせえから。なんでかって言ったらツイッターで欲しい情報が全く上がってこないんで別にいらないしと思って。なので情報収集は YouTube でいいし、物買うの Amazon でいいし、まあその海外で言えばね、翻訳いいのを教えてくれたんですけど、昨日ちょっと使ったけどあんまだったから、まああと Google 翻訳でしょ。で、Google マップ。で、Uber、Grab。まあ海外で生活してるとぐらいかな。日本だったら豪華。DD だけど、うん、まあなんていうんですかね、あとね iPhone メインで使って動画も撮ったりとか、それこそ YouTube に上げたり YouTube の動画で気になるのを一時保存して見てたりとか、あとはね Amazon プライム Netflix となるともう完全になんか今バーっていった中で日本の企業ないじゃないですかでもそれが全てですよね別に、うん、いやいい悪いではないと思いますよ。全然全くいい悪いではないけど、僕の生活にはその必要な、もちろんサプリ日本製の問題とか日本製のものも使ってますけどね、全然使ってますけど、基本はなんかもうなんかそのなんだろう生活必需品って言われる、あユニクロも大好きだしね、こういう、まあ、パーソン最近もあのタイで仕入れるから日本っていう日本を離れてもあんま困んないなみたいな。アマゾンすぐ使えないぐらいかな。タイアマゾンあんのかな、多分ないかな、調べる気もないけど別にみたいな。タイ語のウニョウニョって書いてあるやつで来るからさ、あのなんかよくわかんない、あのでもねタイの人たちはそれを読めるわけじゃないですか。僕たちが日本語でコミュニケーション取れるようにタイの人たちはそれでコミュニケーション取ってるんで、そうミーマイミーマイみたいな、なんかもしもしって意味なのかなって結構よく聞くなと思いながら、でもねそんなあのおバカな僕でもあのサバイとかアロイとか、アロイ美味しい、サバイうまいって、そのマッサージがうまいね、サバイ気持ちいいってとか、生ペンがいらないよ気にしないでねとか、あとはねサワディーカップコップンカップみたいな、住んでは覚えてくんで勝手にそういうのはね。でもねまあそのこまゆいというか、まあ、知らないやつはまあなんだろう Google 翻訳で日本語を訳してで英語にして、あまあまあまあ間違えてもないかなだったら送ったりとかをこう見せてとか、でもその時だんだんやってると覚えてくるじゃないですか、なんとなくみたいな、何回も使ってんなみたいな。でも本当そんな感覚でその起きてくる事象とか自分の見てる情報とか、まあ、今回の件であればガーシーさんの件とか僕が今話したような件とかで、まあそのなんだあそうなんだだと何も学びがないじゃないですか一切。でもそのじゃあその彼の件から何が学べんのかなとか、僕は基本的に起こってくる事象から何が学べんのかなってずっと考えて生きてるんで、それだけですよね。だから僕はすごい素晴らしいわけでもないし、昨日も話したけど、別に大学出てるわけでもなければ、ニートというか、まあ、フリーターニートの時代も多かったし、
まあ、今なんてね、まあ、家なしっていうとあれですけど、まあ、実家ありますけど東京の方に、だけどまあ実家にいるわけでは全くないんで、ほぼほぼ、まあ、新しい生活拠点基盤をタイのバンコクとパタヤで作ろうと思って、まあ、今奔走しているので、まあ、それに対して必要な機材とか、まあ、例えば iPhone に挿して、まあ、昨日ねちょっと YouTuber さんをいい感じのカメラソニーの持ってたんで、 Vlog のこういうあ、ま、マイクピッてついてるやつ9万いくら10万弱ぐらいいいなとは思ったけど、それパソコンないと SD カード取り込めないんでってなると、もあーパソコン持つかやだなみたいな。ホリエモンさんとか確か全部 iPhone にしたんですよね、確かパソコンやめたみたいな話をどっかでおっしゃられたと思うんですけど、動画でってなった時に、いやなんか交代する気がしてやだなみたいな、パソコン全然使ってましたもん、ほんと動画見るマシーンみたいになっててパソコンマジ意味ないみたいな。いや作業とかも僕あんまする気がないので、ほぼほぼね、いや編集とかもする気がないし、ジェットカットとかも別にいらんじゃんって思うから、あの間違えたら間違えてそれもそれでいいんじゃんみたいな思うし、その見たい人は見ると思うんで、でなおかつ今ってね切り抜き職人さんがバーって増えてる状態で、まあ、その人たちがある意味編集をしてくれる人たちって感じじゃないですか。まあテレビと同じですよね、まあ、あのこっちが思ってることが伝わるかどうかわかんないですけど、恣意的に意図的にまあカットするわけじゃないですか。ってなった時に、まあそれを分かって出してれば、まあ、まあいいよねっていう、まあ思ったよりもね、例えばなんかあ炎上したなのか、あ炎上ってこんな感じなんだ、まあ炎上させようと思って意外としなかったっていうこともあるんで、いやテストすんなよって話なんで、炎上なんていやどんぐらいやれば炎上すんのかなと思って、意外と炎上しねえなみたいな、そう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 、だから何事も研究、だってあからさまに、だって誰かが大好きな人を否定したら、だってその大好きな人のファンは絶対ブチ切れるじゃないですか。例えば、まあ、ヒカルさんとかヒカキンさんとかね、まあレペゼンさんとか、まあめっちゃファンいるわけじゃないですか、400万人とか、ヒカキンさん何万人でしたっけ、わかんないけど、なんですけど、まあはじめ社長いるわけじゃないですか。そこに粉かけてもね、だってもう完全にだってその人たちのファンからしたら僕のことムカつくじゃないですか。その行為をする必要が全くないから、同じようなもんですよね、ガーシーさんが今までやってきたのって。結局ファンを大量に抱えてたりとか、それなりに社会的立場とか地位がある人を、まあ要はあの攻撃っていうのかな、まあ、口に激突の激で攻撃っていうのかな、まあして挙句の果てに、ね、まあそのそれが既得権益を妨害しまくったから、まあ日本って別に何とでも犯罪を作れる国なんで、それぐらい法整備されてますんでね、その法をうまく使う活用できるのはやっぱ弁護士さんですから、で今回の件に関してはどんだけ強い弁護士さんつけてもきついと思うんだけどなーと思います。刑事事件起訴されると 99.9% のドラマにもなるような世界になってきますんで、松潤さんみたいなね弁護士さん多分いるのかな、一応お金払えば結構なんか揉み潰してくれるっていう話も聞いたりもするんで、まあ、300万ぐらいはかかるみたいですよ。悪いことすんならそれぐらいの、あのお金を持っておかないとダメですよって教えてくれた人がいて僕は悪いことしないんでいいけどだって悪いことする必要ないもん、めんどくさい。それだったら時流の乗って、地の利、人の時の運っていうのがあるんですよ。でこの3つが、合わさってるとこだと、まあうまくいくよねって。僕はそれがたまたまタイだったっていうだけなんで、今のねバンコクパタヤですし、そこで 足がかりというか基盤を築いたら、まあずっと行こうと思ってて、ずっと言い続けてるスペインに向けて動き出すんで、まあだからそうなるとね、基本タイバンコクパタヤでしょ、あとまあバンコクパタヤでバルセロナイビザと、でその後2026年にはちょっとアメリカのロスが控えてるんで、ロサンゼルスってなった時に、まあ日本はね神社仏閣とか僕はまあ好きなとこもありますし、日本にも友達とかまあ仲いい人とかいますんで、まあ親もいるしね。でもゆくゆくは多分親が亡くなってってなった時に、まあ多分タイかスペインにいるんじゃないですかねってなったら、もうそこに照準合わせてるんで、だから日本でどんなことあってもどこでもいいわけですよ、言い方悪いけど、マジで。だからあの今の総理大臣誰でしたっけ、なんかいましたけど、なんかみたいな、まあパスポート日本だけど今んとこね、これがね
スペインの女性と結婚してとか、タイだとちょっとパスポートが弱いって言うと言い方悪いけど、日本のパスポート結構強いんでね、どの国でもビザなしでそれなりに行けてしまうって、タイでパスポートを持つ必要は、タイのパスポートを持つメリットはないんですね、僕の中ですれば。でもスペインのパスポートに関してはメリットがあるわけですよ、僕の中で言うと。事実婚で取れるのかな、その辺もちゃんとね調べなきゃいけないんだけど、まあ、実際現地で、まあ、なんていうんですかね、まあ、まあまあ地盤を傷つけそうな場所を見つけたんで、まあ、そこでいろいろと聞けばいいかなみたいな。そうそう、日本人意外と海外チャイナタウンみたいな、中国人みたいなわらわらいるわけじゃないんで、そう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 、だからなんかやっぱみんなよくしてくれますね。実際台湾行った時もそうでしたし、マレーシア行った時もそうでしたけど、うん、なんだその国で頑張ってる人たちからすれば仲間が増えるっていうところになるんで、だ同じ行為同じ行動しててもやっぱ評価され方が違かったりとか、あとはね、僕みたいにぶっ飛んでる人間はやっぱ日本に合わないんで、結構皆さんに最近言われますけど、お会いする方々に、だからね、それが日本にいないっていうと納得できるんですよ。要はその人たちの中ではそのなんか考えが消化されるというか、まあすっきりですみたいな、もやっとじゃないっていう、あ、やっぱりこの人日本人だけど日本に住んでないんだねみたいな、納得みたいな、自分の納得ってあるじゃないですか。そうそう、そこに繋がりやすいか、まあそれでいいのかなみたいな、便利だしっていう。実際まあ日本にもねちょこちょこ必要性があれば帰ってきますけど、そうじゃなければ帰ってこないって、まあガーシーさんみたいに僕逃げてるわけでは全くないんでね、別にいいんですけど、うん、でもまあ今回ガーシーさんのそのね逮捕っていうのと、 ICPO でしょ、銭形警部の世界じゃないですか、 ICPO って確か、あれコナン君のとこでも出てきますよね、 ICPO とか、あれ FBI だっけ全然わかんない最近なんですけど、まあ、うん、なので、まあ既得権益を妨害すると本気できますよねっていうところで、目先の利益を求めて何かなんていうんですかね、誰がどう考えても絶対しっぺ返し食らうでしょっていう行為はやめた方がいいんじゃないかなって、常識っていうのは、常識とか TPO ってその場その場で変わるんで、まあ、その戦争の時にね多くの方をまあね滅した場合は英雄になれますけど、それがなんか時代が変わると永久戦犯って言われたりするわけじゃないですか。で、あった時にでも誰が考えても人を殺めちゃいけないっていうのはもう常識の範囲内なんで、常識っていうか良識の範囲内なんで、うん、なんかあるじゃないですか、なんだろう、銃は脅しの道具じゃないんだぞみたいな、銃を抜くっていうことはどっかのアニメかな、銃を抜くってことは相手に撃ち殺される覚悟があってやることなんでっていうのと同じですよね。だから人を批判するっていうのはそういう行為なんで、人に向けて銃を放つわけだから、まあ、その人にね撃ち殺されたとしても文句は言えないっていうのが多分今回のいい例だと思うんで、ってなるとね、まあうんうん当たり前っていうとあれだけど、常識的に考えての上皇に近いですよね。その上皇がちょっと逸脱してる人がまあ最近の日本は多いから、多分そのスシローでペロペロしてすげえ悲惨なことになったりとか、まあスシローさんも悲惨だけど、そのペロペロしたことをその家族は悲惨じゃないですか、まあ、昔でも今だからおかしいのかって言ったら、前だってね、昔僕の子供の頃だって榊原なんとかさんみたいないたわけですよ、はい、残虐な事件とか起きたりとかしてるんで、まあね、サリンの時もだって僕高校行ってる時に、まあ地下鉄で確かばらまかれて、僕はちょっと通学の経路にはなかったんでいいんですけど、まあ、被害受けたられた方もいらっしゃるわけじゃないですか、ってあった時にやっぱそのなんかちょっと振りちぎっちゃうタイミングってあんのかなみたいな、わかんないですけどね、魔が差すというか、まあ、最近なんかそのねオリエンタルラジオの中田さんがなんかお笑いの大御所のまっちゃんに対して、なんかお前もうちょいちょっとなんか賞レースから外れろよみたいな発言したみたいな、でも誰が考えても、なんでそれしたの中田さんって多分思ってると思うんですよ、中田さんのファンの人で、僕も一ファンなんで、でもそういう動画もいっぱい流れるわけじゃないですか、解説動画とか、なんでなんだろう、でも回さしたのかなこの人って思うけど、まあでも人間ってそんなもんなんだよね、うん、そうだから。だから多分ペロペロしちゃったりとか、スシローさんでペロペロして、僕スシローさん好きなんで全然その後も言ってるんですけど、とかね、あとはその、なんか、
コンビニのアイスケースに入ってみたりとか、まあ、確かにね、若気の至りで高校生で僕もそういうことやったことないかって言ったら、その今の2点に関してはないです誰得って思う、だって全く思う。まあでもね、授業中に出会い系サイトでナンパしまくって、だいたい高校終わってからっていうか、授業が終わってっていうのかな、まあ、学校が終わってから、うん、まあ待ち合わせしてカラオケ行ってってするみたいなのが、まあ日課だったような人間なんで、まあそれ言ったらね、なんか有名ななんかアナウンサーさんなんでしたっけ、カラオケでタッチバックしてたんでしたっけ、そういうのも忘れ去られて、なんかね、今フリーになって、まあ、跳ねてる人とかもいるんで、まあ過去の過ちに関してはまあね、悔い改めなければいかないけど、食材の日々って言われた有無っていう、いやいやいや、みんな食材しろよっていうこと絶対あるんでね、これ見てる方も絶対なんかその人に言えないようなって、人に言えないようなこととか、なんか結構有名な話で言うと、親の財布からお金を盗んだことある人って聞くとみんな手挙げないんですよ。じゃあ皆さん伏せてください、本当のことを言わないと神様はみたいな、神様の名前を使わないけど本当のことを言わないとダメだよみたいなってなって、バーって挙げた時に7割8割挙げるわけですよ、親の財布からお金盗んだことある人、猫ババした人みたいな、それが人間なんでね。そうだからなんて言うんだろう、やったことに対する反省は必要だと思うけど、そのことばっか考えて生きててもしゃあないし、そのために生きてるわけじゃないんで、一つの体験経験としてその自分の糧にして、まあ、生きていくっていうのがまあいいんじゃないかなと思ってるんで、まあ、今回のガーシーさんの件に関しても僕としては、あ、まあまあ海外にいてもパスポートが、まず一つパスポートはなくなる可能性がありますよって、いや更新期限まで使えるもんじゃないんだよって、強制執行はできるからねって勉強にもなったし、あとは既得権益に対してやっぱりその妨害行為をしてあかんよねっていう、うん、するならよっぽどの理由がないと多分っていう、そのクーデターとか、まあ、多くの人がやるんであるじゃないですか、独裁者の独裁政権倒される時って大体クーデターとかなんで、まあその一因になるかみたいな感じですよね。だからまずパスポートなくなるよってクーデターとか、そう、まあなんだろう、大義がなければ人は動かないんで、それがね、例えばその坂本龍馬さんみたいな、今でこそ日本のヒーローみたいになってますけど、当時だったら売国奴って言われてもおかしくないわけじゃないですか、海外から死ぬほど買ってきて、要は薩長で、まあそのね、徳川側を潰していくんで、で大政奉還につながっていくわけじゃないですかってなった時に、そこまでのインパクトがないんであればやる理由はないですよね。だって本当に日本を憂いった方もやったんでしょうし、まあでもね、それを守ってた、まあ、新選組とかもいたりするんで、じゃあどっちが正義なのって言った時に、勝ったら正義になるわけです、そういうのっていうのは。だから、まああんまりいいエネルギーの使い方ではないかなとは思うんですよね。僕はどっちかというと、もともとクリエイターでデザイナーだったりとかするんで、そのクリエイティブってのは人を不幸にあんましないんですよ。例えばバンクシーさんとかいい例じゃないですか。結構その過激な表現とかされますけど、でもあれを見てなんか不快に思う人はいないじゃないですか、バンクシーさんだって。だったらだってバンクシー展なんて絶対ないと思うんで。ってなった時に、そのだバンクシー展僕も行ったんですけど、人混みちょっと苦手なんで、 iPhone のこの AirPods してって、 iPhone っていうか AirPods してって、めちゃくちゃべしゃりながら入ってきた人いて、それがたまたまオリエンタルラジオの中田さんだったんですよね。それがなんか中田さん見れてラッキーっていう人もいれば、ゆっくり見たいのにうるせえよって言ってもいるわけじゃないですか。それぐらいに同じ事象でも反応って本当人それぞれなんで、だからそう考えるとやっぱそのファンをめちゃくちゃ抱えてる人ってすごいですよね。多くのファンの人たちになんていうの、響くような動画とか響くようなことをしてるから、多分それが結果として現れてるんで、だからね、まあ、僕の場合はなんか言ってることがよくわかんないみたいな、なんか前に言われたんですよ、ツイッターで会った人かな、確か、うん、ツイッターで会った人に言われたんですよ、名前言いづらいけど、ちょっと言わないけど、いや別にディスライターとかじゃなくて、そのアーリーアダプターとかあるんですよ、そのレイトマジョリティとか、まあ、こういう曲線がありまして、一番最初に食いつく人、次次次で最後食いつかない人っていうのがいて、僕はその前らしいんですよ。だからなんて言うんだろう、僕の中ではアーリーアダプターって一番最初にその旬なものに対して嗅覚を持ってて、
その走り出すというかその行動をするっていうのが僕だと思ったら、その前らしいんですよね。だから生み出す人間もいるらしくて、ってなるともう理解不能らしいんですよ、一般的な人からすると。なんでこいつってこんな話してんだとか、なんでこいつこんなことやってんだとか、バンコクなんでバンコクとパタヤこんなことやってんだろうみたいな、理解不能ですっていう人もいれば、うわめちゃくちゃ旬だけど、うわそこ切り込みづらいなっていう人もいるし、あとはね、そのなんていうんだろう、まあちょっと言葉にしづらいっていうのはあるんですけど、でも僕は別になんか秀でてるからとかではなくて、単純に本当まあね、病名で言えば多分 ADHD とか HSP とか、まあエンパス体質っていうのも言われたんで、エンパス体質、今の人たちで分かりやすく言えば繊細さんとかって言われるジャンルですし、あと ADHD って昔で言えば落ち着きのない子供ですとか小学校の歩みって通信簿に絶対書かれへんのがそれだったんで、それはね、社会出たら行動力がある、決断力がある、でも実際それによって結果もついてくるとか、あとは HSP 繊細さん、まあまあエンパスっていう体質なんで、まあアレルギー体質みたいなもんですよ。なんでエンパス体質なんで、そのなんだろう、感じるものがある、感じるものの情報量が多い。だからそのめちゃくちゃいいことで言えば、その一般的な人よりも多くの情報を得られるけど、モルハの刃でその多くの情報を得られる代わりにすぐ疲れちゃうっていう、そうそう、人混みとかいるとマジすぐ疲れちゃうんで、ほんとすぐ引っこもるんですけど、そんな感じですかね。だから日本語あんまり聞こえてこない、ほんとタイとかにいると超楽なんですよ。ほぼ日本語ないんで、僕は動画バーっと撮りながら日本語で喋りまくってても、まああ、YouTuber なのかなって、 YouTuber ってそれぐらい認知されてますんで、タイでも。で、あとね、映りたい人は来てくれるし、なんかその悪いことしようと、悪いことっていうのはスリとか、なんか悪いことしようとする人は寄ってこないし、なんでかって言ったら iPhone 奪わない限り証拠が映っちゃうわけじゃないですか。そんなリスクを背負ってまで多分みんな近づいてこないんで、ってなるとまあいい人は寄ってくるし、悪い人は避けてくれるし、超便利っていうので、今回その iPhone なくすと本当死活問題なんで、実際まあね、福岡のタクシーでなくして届けてもらって、タイに行く前日でマジちょっとヒヤッとしたけど、でもヒヤッとしたけど、あ、まあこれ試練だなと思って、まあそのおかげで iPad 買おうと思ったらいいんだけど、別に全くね。っていうように、その起こってきた物事からどういうふうに自分の人生の糧にするかで、マジで人って成長するんで、男子3日あざれば刮目してみようって結構有名な言葉があるんですけど、まあそんな風にね、ニュースとか僕はテレビ見ないし、そうそう、テレビ見ないやつがそもそもテレビ出るのもどうかと思ったんだけど、微妙にね、確かにみたいな、なんか整合性ないじゃないですか、最近何見たんですか、うーんみたいな、情熱大陸ですみたいな、見てないけどね最近、情熱大陸も好きだし、アナザースカイも好きだし、あとカンブリア宮殿、ガイアの夜明けみたいな、ほぼテレ東じゃないか、テレ東と確かテレ東かなじゃないかみたいな、だいぶ歪曲してるんですけど、ミヤネ屋さんとかも好きですよ、笑っていいと思うんです、もう好きでしたけど、まあタイで見れないし、別にタイ行く前にここ何年もテレビ見てないどころか家もないからね、別にいっかみたいな。だからまあ本当映画見たりとか、 iPhone でまあなんか気になった動画見たりとか、本当なんか自分のノートがあるんですけど、開運ノートと向き合って、なんかそのバーって溢れてきたこと書いたりとか、今後のスケジュール書いたりとかっていう風に、なんか本当自分のその夢に向かってずっと邁進してるんで、その夢に向かって邁進すること以外はしないっていうのが、じゃないとね、意外と人生で長いよね、短いですからね、っていう風な生き方をしてますんで、だまああんま別にガーシーさんのこと興味なかったけど、ここまで出てくるから、あ、いい加減ちょっと考えなきゃなと思ってちょっと動画撮ってみましたということで、まあガーシーさん逮捕ということでございますがね、はい、まあいろんな解釈あると思うんですけど、僕なりの解釈を述べさせていただきましたということで、最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひまあ僕の中でね、思ってることとか、あとはね、リアルなバンコクパタヤの情報とか、まあ、世界的にはこういう流れだけど日本だとちょっと言いづらい話とか、まあ、そういうのをなんか YouTube の方で動画を撮っていろいろと上げていきたいと思いますんで、まあ、ぜひね、ご登録いただけると、フォローしてもらえると嬉しいなと思いますし、まあ、ぜひね、少しでもためになったと思ったらグッドボタンしてもらえると僕も励みになりますんで、よろしくお願いいたします。またね、ぜひインスタグラムの方にも、まあ道運って導くに雲で、はい、まあ雲っていうのが、まあそのどこにもとらわれないライフスタイルっていう、まあその雲水さんって雲水行っていうのがあるんですよ。一箇所にとどまらないっていう行なんですけど、永平寺さんとかだとね、多分
修行僧の方々、まあ、基本的にはその瞑想の時間以外はまあ掃除したりなんたりとかって雲水行っていう、まあ、動く雲水さんっていう、まあ、修行をされてました。だから雲水でいいかなと思ったんだけど、出家するときうちの名付け親の師匠に雲水イコール和尚だよって言われたから、あ意味ないねっつってそうお坊さんだよって言われて、あそれは意味ないと思うよ、名前つけるの何だと思うって、戒名っていうのはねっつって、開運するからつけるんだよっつって、だから死んだ時につける人もいれば、そのお坊さんになるってことは一回死んだってことになるんで、今までのがだから名前変わるんですよね、出家するって。まあだんだん、まあ、僕も髪の毛伸びてきてるし、伸ばしてもいいかなって思ってるぐらいなんで、だって別にお坊さんイコール髪剃ってなきゃいけないなんて絶対誰も言ってないし、それを言ってる人ってちょっと古いんで、だって縁の行者さん、空海さん、うちの、まあ、僕は真言宗なので空海さんとかが憧れた縁の行者さんなんてもう完全に山の中にずっといて、まあ、山を、石槌山とか大峰さんっていう、まあ、山を改ざんされた方なんですけど、山伏ってやつですね、白装束着て、あの腰当て、まあ毛皮の腰当て、毛皮っていうんですかね、キツネとか、まあ動物の腰当てをして山に登って修行される方を山伏さんっていうんですけど、その山伏さんのもう最初の階層をやるわけですよ。でその空海さんはその人に憧れて、まあまあ坊さんになったって言うとあれですけど、まあ髪の毛はね邪気を吸ってくれるっていうんでね、だから邪気を吸ってるから、髪を全部なくすってことはイコール感度が上がるとは言われたけど、邪気もダイレクトに来るんで、ちょっと社会生活がしづらくなるんですよ、実際やってみて気づいたんですけど。あと眉毛も全部言ってたんですけど、人相悪いって言われたんで、あそうっすねっつって、だからまあ開運眉毛ってのを見つけたから、眉毛アートメイクで入れてもらったりとか、まあ、開運に関して言えば、僕のほくろも強運で、左目が恋愛の、右目が仕事で、金運は右の耳の裏みたいなあるんですよ、耳たぶの裏みたいな、そういうのとか、まあ開運に関してはすげえ努力して考えて、まあ行動してるんでね、まあ実際形にしてるし、それがね実際形になって帰ってきてますんで、なんかその少しでもね、やっぱこれを見てくださった方とか、まあその今後出していく動画を見てくださった方が、まあ、少しでもためになるとか、見てよかったなって思える動画を作っていきたいと思ってますんで、まあぜひね、この機会にフォローとか、あとはグッドボタン、いいねとか押していただいたりとか、あとまたねインスタとかでもつながっていただけると、お互いのためになる、お互い切磋琢磨できるんじゃないかなと思いますんで、はい、ぜひともよろしくお願いします。またね、僕が一人で喋るっていうよりも、なんかそのゆくゆくはこんなことで悩んでますとか、まあ、こういう風にしたいんですけどとか、僕で解ける問題であれば解いていきたいと思ってますんで、まあ、ちょっとねそれが増えすぎちゃって、あまりにも増えすぎちゃった場合はメンバーシップの方優先とかっていう風になってくんだと思うんですけど、まずはね、今はまず僕がどういう人間で、どういうふうなことをして、どういうふうな考えをして、どういう行動をしている人間なのかっていうのを出していこうかなと思って、ちょっと動画撮らせていただきました。まあ僕の中ではね、本当もう何ですかね、2018年だと、もうちょいやとか、2019年ぐらいがずっとホテル暮らしないし、まあ2019年台湾行って、その後まあマレーシア行って、マレーシアぐらいからもうホテル暮らし、エアビー暮らしだったんで、そうだからもう、そのなんだろうな、当たり前なわけですよ。だから電気代上がったって言われても、あそうなんだみたいな、電気代なんてここ数年払ってねえしみたいな、電気代も払ってなければ水道光熱費も払ってないし、いやだってホテル代だからさ、ホテルだから別にホテルでその金額をなんて言うんだろう、込みじゃないですか。だから例えばまあまあ行っちゃっていいかな、まあ昨日で言えば1泊1万7000円ぐらいしたんですよ。ちょっともうすぐ近くで、すぐもう寝たかったんで、ちょっと飲みすぎて気持ちも悪かったし、でも今日で言えば8100円かな、ちょっとなんかモニター価格なんでみたいなので、連泊不可って書いてあるんですけどみたいに言われて、あそうなんですね、すいませんって。でもまあまあ泊まらせていただいて、だから要はね、1時間1000円で延長できて、じゃあ3時間まで延長したとして3000でしょ、じゃあ5100円っていうのが、まあ、残りの差額じゃないですかってなった時に、じゃあその10時にチェックアウトで11、12、1だから1時からまあその明日の10時のチェックアウトまでは、まあ、この部屋を占有してるわけじゃないですか、いやこの部屋を借りてるわけですよね。で僕の中の感覚で言うと、本当マンションを子買いというか、その超短期間2、3泊から1日の日も、1泊の日もあるけど、本当なんかホテルっていうもので集約してるってだけなんで、あとはねそこで何を生み出すか、僕の自由自在なんで、まあ、それは感自在ですよね。証券って言って、正しく物事を見て正しく理解し、正しく理解したから正しく行動をすることで正しい結果が生まれますよねっていうのが、うちの、まあ、あの名付け親の和尚さんがすごく好きな言葉で、それができる人間のことを感自在っていうんですよ、感自在菩薩っていう。
そうそう、だからそういうね、菩薩みたいな人も世の中いますんで、そう、だからどこにフォーカスをするかですね。映画でフォーカスっていう、まあ結構好きな映画がありまして、ウィル・スミスさん出てるんですけど、主演でね。最近なんか、何でしたっけ、アカデミー賞かゴールデングラブ賞かなんかでぶっ飛ばしたんでしたっけ、なんか自分の奥さんディスられてぶっ飛ばしたみたいな。で、なんかその、すげえ謝ってるけどみたいな、なんかその、みたいな話とかも聞いたりするんですけど、まあ、しょうがないっすよねって、やっちゃうときはやっちゃうんで、僕はやしない、いや、僕はしないけど、なんていうんだ、やっぱ人間そういう生き物じゃないですか。でもそこから何を学んでどう生きていくかは、やっぱりその人の今後の糧になってきますんで、まあ、今後のその人の器というか、だからね、うん、何かやったから悪いとか思わないし、別になんか、悪いは悪いから、でもね、それを判別、区別するのは、日本で言えばね、裁判官であったりとか警察官、まあ、警察官もいい悪い別に全員が全員区別できてるわけじゃないし、犯罪にまあ何々罪みたいな、例えば傷害罪みたいなもんじゃないですか、今回のウィル・スミスさんの件で。ただ傷害罪みたいなので罪名がつくと、まあ、捕まる可能性が出るよねって。ただ逮捕されたイコール起訴不起訴の次が出てくるんで、2日でまあ最初わかります、その後10日間です、で最大10日間です。でもこんなん小学校で習ってるはずなんですよ。小学校中学校とかで、あの日本の法律みたいな、なんだっけな、倫理とかだか、倫理かな、倫理政治みたいなやつかな、もしくは社会とかなんかで学ぶはずだと思うんですけど、でもそれをね実際体験してみないとやっぱ身にならないっていう、あんま体験したくないと思うんですけど、みんなでも身にならないじゃないですか。なんで そこは結構でかいかな。そう一度ねやっぱ捕まると痛い思いをするとね、人間って痛い思いをするとガチ勉強するんでね、自転車と一緒っすよ、自転車の乗り方と一緒っす。要はその自転車もね最初から乗れるわけじゃないじゃないですか、何回もこけて何回もこけて、それで補助輪、まあ補助輪つけて補助輪取れてこけて、まあ後ろにこう掴んでてもらって、掴んでるよっていうのが離されてこけるみたいなとか。でもそれで乗り方学ぶように、人生の生き方ってのはそういうもんじゃないですか。どう生きていけばいいのかななんて分かんないんで、その分かんない答えを自分なりに探求し続けると、まあ、今回のガーシーさんの件からでも、まあ、何かしら多少は学びになるよねっていう、まあ、そういうのもなんか気づききっかけに伝えれればなと思って、こんな風に撮ってみたりとかもしたんで、まあ、ぜひね、あのなんかゴシップでまあワーキャー楽しむっていうのは別に悪くないと思うんですよ。それが楽しい人もいるからね。別にあのツムツムが好きな人がいるように、別に僕ゲーム好きな人ゲーム別に否定するつもり全くなくて、僕もアニオタだし、もともとすげえゲーム好きだったし、でもゲームなんで今やんないのって言ったら、人生っていうゲームを全開でやってるんで、だからそのなんかバーチャルなゲームに全く興味がないというか、まあでもそれを僕は GM っていうゲームマスターっていう、まあ仕事でお金もらいながらゲームやってた時期があるんで、うんですかね。麻雀も実際やってる時期もあったし、スロットも北斗の SE ぐらいでやめたけど、あとキングパルサーみたいな、キンパルかなとか、あと大花か、うん、カジノもオーストラリアでなんかおいって書いてもらったことあるし、なんでまあなんか基本体験しても大体これぐらいかなって思ったのは、もう飽きるっていうとあれだけど、まあ堀山さんとかザゾの前澤さんどっちかが言ってたのが、もうそこのスタンプカードにはもうスタンプを押してるんですよ。あの朝の体操とか行くじゃないですか、確か子供の頃とか朝のラジオ体操みたいに行くじゃないですか。それと一緒で人生にもスタンプカードがあるわけですよ。スタンプカードを押したことをもう一回攻略に行こうとか思わないですよね。だからレベル99にする人とかいるじゃないですか、完全に攻略しに行く人みたいな、しかもなんか裏面とか全部行く人とかいらっしゃるじゃないですか。あんま感覚ないんですよね。ゴールしたらもうこれでよくないっていう、めんどくさいしっていう。だからその人たちを否定するつもりはないし、もうやりたいようにやればいいんじゃないって思うから、だから僕のなんか生き方やり方をなんか否定されるつもりもないし、なんか人のことを否定するほどお前は偉いんかって思うじゃないですか。だから僕も人のこと否定したりはなるべくしないようにしてますし、昔はそんなね、あのここまでできた人間ではなかったんで、もうすぐもう自分は悪くないで否定してたようなクズ人間だったんですけど、まあ今も別にクズ人間じゃないかって言ったら微妙かもしれないです。ただクズかどうかはもう人が決めることなんで、ね、自分じゃ決められないし、ただまあまあその自分の心に素直に生きてて、それがたまたまね皆さんからクズ人間って言われるんだったらそれはそれでいいと思ってるし、だって僕の人生だからさ、だって僕の人生誰も助けてくれないじゃん、そういう意味で言えば。
例えば僕のその話してることとかに納得してくださる方がそのフォローしてくださったり、いいねくださったり、あとはインスタ見てくださったりとかして、やっぱそういう人たちと同じような共鳴できる人たちと一緒に僕は波動が合う、波動が合うとか波長が合うとか言うんですけど、空気感が合うとか気の置けない仲とかって言うじゃないですか、日本語でいろいろ言い方はありますけど、まあ、そういう方を大事に僕は生きていきたいなと思うんで、できる情報は全て開示をして、ただガーシーさんと違うことで言えば、さすがにちょっとこれはまずいやろって、誰かに被害が被るようなことを僕はあまり言いたくはないので、その人が恨まれたくもないですし、毎日気持ちよく寝て、毎日気持ちよい朝を迎えて、毎日気持ちよく最高の一日を迎えて、まあそのずっと一日一日を最高の一日を過ごすことによって最高の人生だったなって思って死んでいきたいなって思ってるんで、そう考えると、なんかそのやるべきことをやらないこととかっていう自分の道は本当に見えてきますよね。それが明確になった時に、あ、僕何回かやってるんですよ、 YouTube 何回かやってるんですけど、そうだ、ハマった時はマジで一気に跳ねてるから、その YouTuber としてそのファンがではなく、まあそのうん、 あるんですよあんま言えねえと思って、他の動画で言ってる。なので、そう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 、だから皆さんからすればね、1億って、まあ年商1億いって1年間の売り上げが1億ってすごいって言われますけど、一人でやりましたって、でも全然全然月収1億の人もいれば、もっともっと稼がれてる人もいるわけじゃないですか。実際1時間2000万3000万っていう DJ もいるような世界なんで、で、あった時に僕は何ができるのかなと思った時に、今できることをやろうと思って、こういうふうにまた改めて YouTube に挑戦をしたというか、動画を取り出したっていうだけですね。で、動画を取り出してその保管庫として入れとくには YouTube がすごくいいので、今の親和性シンクロというか、だから YouTube としてね、著作権違反になる場合とかもあるんですよ。その、なんでかって言ったらお店の音楽が流れて、その音楽の、まあ、著作権があるじゃないですか。で、僕は意図してそこで別に撮ってるわけじゃなくて、思った時に思ったところで撮ってるんで、まあ、堀山さんと一緒って言うとちょっと言い方悪いですけど、まあ、彼もそうじゃないですか。多分出てくる時にバッて喋って、はいっつって終わらせて、そのまま YouTube 上げてみたいな。それはね、毎回毎回何万回何十万回とか再生いくわけだから、素晴らしいなと思うんですけど、僕の場合は本当なんか僕の棚卸しみたいなもんなんで、だからその言われたりするわけですよ。昔の Facebook とか昔のインスタとか見る人からすると、いやもう何やりたいのっていう人も、何のためにやってんのって言うけど、別に SNS ソーシャルネットワーキングサービスなんで、別に僕のやりたいようにやっていいじゃないですかって、見たくなきゃ見なくていいし、見られたくないことは絶対書かないし出さないんで、だって僕がチンポ出してるの見ても楽しくないでしょっていうようなもんだよ。同じようなもんなんで、まあでも僕の SNS というもんじゃないですか。あのホームページをまあもっともっとなんか楽にしたというか、まあ、だから動画とかこういうふうに動画みたいなので伝えたい人は動画が一番ベストだと思うし、文章書くのが得意な人は著者さんだったり SNS、インスタだったりブロガーさんっていう道もあったりするわけじゃないですか。それぐらいあの多彩というか、まあいろんな手法が出てきてますんで、まあ、今回のねガーシーさんの件で言えば、もう彼がやってることと一緒じゃないですか。その今まで体験した経験を話します、ただ他人の話でしたって、他人のっていうか他人を否定する話でした、その結果ああっていう、誰もが多分ほぼほぼの人が予測したと思うんですよ。だ、予測した人は多分友達になれる人だし、予測できなかった人は残念だなと思うのは、友達になれないとは思わないけど、多分話は合わないんだろうなみたいな、そう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 思いますよ。うん、なあ、友達になれない大前提の例で言えば一個だけ言えます。ちょっと否定ではないですけど、僕も金髪の時代あったんで、昔ね、中学ぐらいかな、高校の時もちょっと金髪の時代あったかな、多少覚えてないけど、がなんかその今だとね、カラフルな色とか流行ってるじゃないですか。いろんなあの紫とか似合ってればいいと思うんですよ、似合ってれば。でもなんか汚らしい金とかあるじゃないですか、この辺までちょっと伸びてて、まあ、坊主の俺が言うなって話だけど、今伸ばし中はそこは許したよな。その微妙になんかプリンになってるやつとかいるじゃないですか、昔もいたけど。いや、お前そのプリンになるぐらいその染めらんねえんだったらお前マジやめろよって思うんだよね。汚らしい、小汚い人嫌いです、基本。小汚い人、臭い人嫌いです。清潔感がないってことですね。清潔感ない人嫌いです、基本。うん、嫌いですね。そういう人苦手ですね。だから来ないでほしいなって思って先言いますけど。頭の悪い人嫌いですかって、うん、多分嫌い。
会話のリテラシーがない、あのリテラシーない人とか会話のそのバリエーションない人とか、話してたら理解度が低い人とかは嫌いですね。でもそういう人大体いなくなるんでね、僕の目の前から。昨日とかもすげえ話盛り上がってて、やっぱお互いそれなりに人生経験積んでて、なかなかその出会わないっていう人とは話し合うんで、まあ、誰とかどういうとことか言えないですよね、さすがに国防に関わるところなんで、まあ、国防ぐらいは言ってでしょみたいなぐらいのさじ加減っていうのかな。なんでね、やっぱそう生の現地のっていうのが、名前はそういう人に聞いた方が話になるし、うん、ただ僕は別に YouTuber を目指してるわけでは全くないんで、まあ、最終的にねタイに行きたい、パタヤに行きたい、あとバンコクに行きたいっていう人が一人でも増えれば僕はやっぱ嬉しいですし、一緒に遊びたいし、うん、なので、でね、それで少なくともなんかパワーストーンにちょっとでも興味持っていただいたら、それはそれで僕も嬉しいですし、ただ売り込むとか売りつけるっていうのはないんで、パワーストーンは本当に石は、パワーストーンちゃんに、まあ、石ですよね、石に関して言えば石が人を選ぶんで、それはまあ石を扱ってる人とか石好きの人だったら多分当たり前に分かってるし、知ってることなんで、あとはね、僕はもう本当その欲してる方を見つけてその方に届けるっていうのが僕のまあミッションの一つではあるんで、まあこういうふうに話して自分の経験から咀嚼したもので今話題のものを話すっていうのも、まあ、実際そういう行動でもありますし、まあ、そんな感じでね、いろいろとやっていきたいとは思いますんで、まあ、ぜひともね、この機会にいいねとかフォローしていただいたりとか、まあ、あとインスタ見つけ友達になっていただけると僕も嬉しいなと思いますんで、今後ともよろしくお願いいたします。またね。